ベイビーレッド、こんにちは、はじめ社長です。というわけでベイビーロー X、 間違えましたか、ベイビーレッド X、 あのランダムブースターが出て当てましたよね。我々シャークエッジ そのレアの方と普通の方両方当てたんですけれども、これ本当に強いのかどうなのかっていうところ気になってると思うので、今日はちょっと試していきたいと思います。ちなみに余談なんですけども、あのレアウェイゲットバトルのコバルトドレイク今手に入るじゃないですか、アプリでポイントであるやつ、まだ当たってません。ただあと2万ポイントぐらい残ってるから1回1000ポイントで回せて、あと20回はできるので、ちょっと当たったらまた報告しますわ。何も言わなかったら外れてるんだなと思ってください。とりあえずこのシャークエッジで今日ちょっとバトルしてみたいと思います。見て、種類だいぶ増えたのよ。すごいよ。そのパーツごとに仕分けた方が絶対いいかなと思って、はい、結構分けてはいますね。ただね、やっぱ被ってるパーツとか色違いが多いから被ってるのもあるんですけども、はい、結構種類が増えてきたのでだいぶ盛り上がってきてますよ。すごい、もういい意味でですよ。はい、いい意味ですっげーオタク感。ベイブレーダーあるあるね、はい、この分けるやつ。やっぱね、置き場所とかが困りますから、増えると今後もどんどんまだ増える余裕はあるのでね、はい、たくさん集めていきたいと思います。というわけでちょっとこれどっちがいいんだろう。これもさ、色違うし後ろのパーツも違うんですよね。ただやっぱレアって言われるぐらいだからこっちの方が強いんかね。ちょっとこっちの強さ試してみたいね。上だけか、同じは。上はそうだね、これが上がシャークエッジで下が360で、これが強いのよ。このパーツがフラットじゃないですか。はい、ただのフラットじゃなくてローフラットっていう、低いんですよ。からつけた時ほらちょっと低くない？確かに。これ下からなんかね、すくい上げるじゃないけど、そういう攻撃系のベイブレードですもんね。そう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 、低いところからこう殴るというアタック型のベイブレード。これで今日ちょっとバトルしていきたいと思います。実はですね、ベイブレードの大会でですね、東京でめっちゃでかい大会があったんですけども、今回その有名な選手連れてきております。なんとすごい人数いたのよ。250-260人いた大会で、はい、ベスト30時まで残った、え、超有名選手、ガチ強い、ガチ強連れてきました。どうぞ、ベイブレード、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。イケメンさん、よろしくお願いします。イケメンです。あの、私が1回戦負けてる中、彼4回戦ぐらいまで勝ち進んでベスト32です。ありがとうございます。すごい。サーベに勝った選手の人が決勝で負けてたから、え、2位だったのよ。当たりが悪かったっす。当たりが悪かったっす。もうちょっといけましたか。そうっすね、あの子さえいなかったら決勝行ってたと思います。やば、ほんと強かったんで、対戦相手としては申し分ないと思ってます。本当によろしくお願いします先生。はい、お願いします。今日使ってもらうベイブレードはその大会で使ってたやつですね。おお、ちょっと見せてもらっていいですか。はい、こちらのベイなんですけど、名前は一切わかりません。これ上がドランソードだね、うん、下が360が一緒のやつだ。俺のと一緒のやつで、はい、上がこれバランスのアタックもできるし持久もあるよっていう、まあ、ドランソードとこのテーパーっていうバランスね、平べったいわけでもなく丸いわけでもないバランスの取れたテーパーで、だけどしっかりドランソードで、これ重いんで攻撃していくっていう攻撃型のベイブレードで、環境がね、今持久型が流行っててそれを全部ぶっ飛ばしていくっていう、見ててかなり爽快な戦い方でした。ベイブレードの大会4点選手なんですけど、止まると1ポイントしか取られないから、止まる分には OK という考え方。なるほど。4回まで止まれるじゃん。ただその4回のうちにぶっ飛ばして高得点を狙っていくっていう、飛ばして勝つという戦い方で、マジで環境にぶっ刺さってます。その時にはその新作シャークエッジはなかった。なかったんですもんね。戦えるということです。そうです。それは私も攻撃型なのでどうなるかちょっとやってみたいと思います。じゃあ、サーベちゃん、はい、お願いします。お願いします。さあ、見せますよ、シャークエッジの強さ。ここから出たら3点、ここにはまると2点、バーン破裂したらバーストしたら2点、止まったら1点で、先に4点取ったら勝ちでございます。ぶっ壊れるよりこっから出た方がやばいんだ。このエクストリームダッシュ、はい、ここでガーってきて、ガーってきて相手のベイをバーンってぶつけるとここに飛んでくんで、はい、これを使って飛ばすみたいなのがやっぱ一番今回売りらしくて、芸術点込みみたいな。そう、ここから出るのが一番やばい。俺は大会でこれ2回決められました。4点でいいのに6点取られた。では準備はいいかな、いきますよ、せーの、3、2、1、ゴーシュッ、いけー、あれ、いい感じにいたやんけ。これでこのポケットに入ったので2点ですね、はい、よし、まずいまずい、でかいです。澤部が2点、まだ巻き返せます、大丈夫です。最初にここに落ちたら俺のシュート悪いけどさ、はい、この設定が入ったのはもうね、なんかしかもなんかちょっとシャークエッジが
自ら、そこに入るみたいな感じで入ってった気がする。お願いします。はい、じゃあいきます。はい、2試合目 3-2-1 ゴーシュー。あ、怖い。あ、ダメ。大丈夫か。なんだ。よし、やったそんな正規の大復活みたいなことある？何今の。おぼれ絶対落ちたお前だって。けど止まったので、はい、1ポイントですねこれは、はい、よし。じゃあ澤部が今3点ってこと？はい、リーチです。もう僕後がないですこれ。じゃあ3試合目、はい、はい、せーの 3-2-1 ゴーシュさすがに押されたか。今はちょっとあえて中心目に狙いました。なるほどね。なるほどなるほど。重さを生かして中心の陣取りで取って外に出すとだった気がします。はい。そこに落ちたので、はい、はじめさんに2ポイントですね。よしよし、これで決まるまである。4試合目、はい、はい、せーの 3-2-1 ゴーシュッ。いけ、やばいよ、やばい、あーやばい、苦しい。そんな大ダメージ受けたら、くそー。ありがとうございました。ありがとうございました。これで澤部が4点なので、これで澤部の勝利ってことです。勝利です。おめでとうございます。ありがとうございます。しっかり強いですね。強ない本当に。強いですね。これがベスト32の力です。でもなんかそのマスターブレーダーっていう開発者のマジの人にも聞いたんですけど、澤部って打つ時の癖がすごいんだって。一回打ってみてもらっていい？打ちます。はい、見てて。ここいきます。3-2-1ゴーシュ。見て分かったか分かんないですけど、打った時手が前に行きすぎて絶対ここに当たるんだっていう。ああ、必ずここに当たるという。なるほど。で本来それって減速するからスピードが、はい、あんまり良くないって言われてるんですけど、なんかそれが噛み合ってるらしくて環境に。このベイブレード自体に持久タイプ、そんな致命的じゃん、スピード遅くなるとか。確かに。アタックで攻め切るっていうこのベイブレードとサーベイのその絶対ぶつかるっていう打ち方がめっちゃ噛み合ってるらしくて今。へえ、はい、これマジで研あの開発の方が言ってたんでマジです。おお、すごい。だ多分それ以外作ったら弱いって言ってた。へえ。シャークエッジは一人じゃないですね。あれもう一体いるんですか。こっちでも行きたいと思います。次はガラッと変わりまして、うん、時給ですね。はい、これニードルかな。さっきと全く違う戦い方を見せてみましょう。俺黄色で、僕青で。はい、お願いします。はい、いきますよ、はい、せーの 3-2-1 ゴーシュ。ちょっと待って、早すぎんか。今のバーストですか。これはバーストですね。多分着地してから壊れてた気がする。じゃあバーストなので澤部さんに2点。はい、まずいまずいまずい。これ俺は攻撃をいなすために斜めに打ちます。いきます、せーの 3-2-1 ゴーシュ。怖いよその位置。大丈夫俺。危ねえ危ねえ、入ろう。やばい、ここまで来たらもう。ああ、いや、まさにヒヤッとした。スリープアウトなんで、はじめさんに1点。はい、では3試合目、せーの 3-2-1 ゴーシュ。当たれ、当たれ。うわー、ということで2点入りますので澤部さん4対1で勝利です。よっしゃえ、ちょっと待って、マジ強じゃん自分。マジ強じゃん。絶対その道行った方がいいよ。もう転職だ。ちょっと強すぎて引くわ。確かに今回はあのベスト32のベイブレードの前に新作ベイブレード2つとも完敗でしたけど、はい、ちょっとシャークエッジの強さがねまだ分かんない。ちょっと相性とかもあるのであれですけど、俺が弱いのか分かんないですけど、シャークエッジままです。